コクヨ株式会社様が ICT システムに求めたのは、ビジネスの成長を支えるパフォーマンス。富士通のスパーク M10 を導入し、データベース性能を3倍に向上。トータルコストの削減を両立しました。コクヨ株式会社様は、ステーショナリー事業、ファニチャー事業、通販事業の3つのビジネスを推進。2015年で創業110年を迎える老舗企業です。2014年基幹システムの性能向上を目指し、高性能ユニックスサーバースパーク M10 を導入しました。2014年の、消費税の駆け込み需要に合わせて、なんとかその能力をアップしないと、一番大事な需要期を乗り切れないんじゃないかと。まず能力を 1.5 倍上げたいということとともに、コストも現状のコストよりもダウンさせたいと、その2つの目的があります。毎年その需要期を迎えるにあたって、トランザクションが増えていって、夜間バッチが、オンライン開局までに終わるかということが非常に課題として上がっておりました。サーバーリプレイスの対象となった基幹システムは、受注販売、生産管理、物流のすべてを担っています。今回のシステム刷新は、今後のビジネス全体に影響する重要なプロジェクトでした。そうですね、やはり性能ですかね、業務量が約 1.5 倍ぐらいになるであろうというふうに想定したわけですけども、今回のスパーク M10、そういう状況にもですね、十分耐えうるCPU、サーバーであるということで、選定をした次第です。非常にその信頼性を求めるということには重視を置いていました。メインフレームの技術、それからスパークエンタープライズ M の継承しているということでお聞きしておりますので、そういう面で非常に安心感を持って導入できるのかなということで考えておりました。検討を重ねる中で、コクヨ様が選択したのが、富士通の高性能ユニックスサーバースパーク M10 です。スーパーコンピュータで実装されている並列データ処理や高速メモリアクセスなどの機能を取り込み、データベース性能を大幅に向上させたサーバー製品です。性能面ではですね、従来に比べまして、単体の評価としましては、約3倍の効果が今回出ているということを、感じております。約夜間バッチが1時間半ぐらいの時間短縮というのが結果として得られました。予想していた通りですね、かなりのパフォーマンスをですね、発揮してくれましたので、安心して利用期中ですね、過ごせたなというところですね。コクヨ様では、これまで基幹システムとして5台のサーバーを使っていましたが、今回2台のスパーク M10 に集約。さらにCPU リソースを使用するコアの分だけアクティブにする CPU コアアクティベーション機能により、データベースライセンスの最適化を実現。トータルコストの削減につながりました。他のシステムとの統合ということもですね、考えれないことはありませんので、そういった時にこの、コアアクティベーションの機能がですね、使えれば大変役に立つんじゃないかなというふうには感じております。今後のそのいろんな、サーバーの統合にどんどん活用していきたいなというふうに考えています。当然、コストダウンとか効率化っていうものはやっていかないといけないっていう部分はあるんですが、それだけではなくて、どんどん付加価値を生む、働き方変革といったものも、両輪で取り組んでいきたいというふうに考えています。